ストップウォッチですか。そうでございます。見たこと、電卓みたい。はい、はい、では、5月の16日。はい、16日。は、まるりちゃん。はい、まるりです。では行ってみましょう。お願いします。 K1 ノックス。さあ、この番組は毎週木曜日のこの時間、新潟県新発田市にあります慶和学園大学に通う女子大生と一緒に、今時女子の大学生活を伺いながら慶和学園大学の学園生活に迫ろうという番組です。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は3回目となりました。最近多いフリーペーパーについて、最近の女子大生のフリーペーパーの使い方をまるりさんに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎回必ず手に取るフリーペーパーって何かあります？毎回必ず手に取るフリーペーパー、うん、まずハッピーパスはよくチェックしますね、うんうん、ラーメンのコーナーがあるんですけど、もう写真見るだけでもう大興奮しちゃいます、うん、クーポンは使う？あ、時々使います。へー、はい、他にもどんな時に使いますか？あとは飲み会の時に、飲み会のコーナーもあるので、それもちゃんとチェックして、うん、いいお店があったら、あ、この店行きたいって、友達誘ってご飯食べに行ったりします、うん、やっぱり載ってるね、写真のメニューとか、はい、お店の雰囲気とかに引っ張られるよね、はい、引っ張られますね。まんまと引っ張られますね。あの、そういえばですね、慶和学園大学でも実はフリーペーパー発行してるんですよね。はい、実はそうなんです。新潟美少女図鑑のプロデュースをしている、X ファームの加藤さんというお兄さんにお手伝いしてもらって一緒に作っています。まるりちゃんも実際に取材したりみたいなことしてるんですか？はい、しました。大学内にいる珍しいことをしている学生さんに取材をして、文章を書いたり写真を撮ったりして、はい、一生懸命作りました。楽しいですか？楽しいです。ですね、はい、慶和学園大学では本当にね、学生の自主性っていうのを大切にしているんだなっていうのを私もこの話聞きながら感じましたけれども、その慶和クルー、どこで手に入ります？はい、新潟市内ですとビルボードプレイス、BP2、ラフォーレ原宿新潟で、あと新発田市内ですと慶和学園大学に設置してありますので、ぜひお手に取ってチェックしてみてください。はい、他にもね、たくさんの箇所で配布されているようなので、詳しくはね、大学のホームページ見ていただくといいですかね。はい、はい、やっぱりこれショッピングがてらね、立ち寄って慶和クルーゲットっていうことができそうな場所が多いですね。多いです、うん、はい、ピンクのサッシが目印なので目立つので、ぜひ手に取ってみてください。はい、慶和クルーチェックですよ。さあ、まるりちゃん、今週のお知らせありますか？はい、あります。オープンキャンパスについてです。オープンキャンパスを6月16日日曜日に開催します。番組に出演している私たちもスタッフとして参加します。詳しくは慶和学園大学のホームページをチェックしてみてください。はい、オープンキャンパスは1日大学生を体験できるっていう貴重な機会ですからね。はい、はい、皆さんも行きました？行きました。行きました。やっぱりね、全然行ってないんだ。あれ、行ってないけど選んだんだ。でも入っていい大学だったよね。良かったです。さあ、慶和ロックス、今週はここまでです。それではまた来週、バイバーイ。お疲れ様でした。あ、出た、慶和クルー。本当だ、ピンクの目印だ。第1号は黄色で、第2号はピンクだ。ピンクです。これ特集してるのは誰なんですか？紹介を。私から、パキスタン人の留学生、あとオタゲで有名なオタゲ学生、ね、めっちゃギャルなのに書道師範、女子大生で、バレリーナをやりながら教職員を目指している熱血バレリーナで、この子はよさこいに夢中なよさこいヒップホップダンサーです。面白い。そうなんですよ。これで私も知らなかったことをみんなが発掘してくれて、どうやってそういう面白い人たち見つけるの？やっぱり なんだろう詳しい子がいるんですよ。で、その詳しい子が慶和クルーのメンバーにいて、ポン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 名前挙げてくれ、結
構絞り込んだんだよね。もっともっと面白い子がいっぱいすぎて13人ぐらい、ね、カプレアビリティがすごいんだよね。人材豊富ですね。そうですね、前か去年そう、私去年作りながらもここに乗ってたんです。三味線、ね、三味線でパン加えて、あ、パン加えなかった結構こういう自由なことが、自由なことも勉強以外で頑張れるっていうのが慶和の売りなので、なんかこうそういうものを持ってる人はぜひ伸ばせる大学だと、だから大学入ってからなんか新しいことを大学でやりたいって、学校が匂えばね、できるかもしれないですよね。応援します。また違うことが、はい、応援します。ワクワク、今日はこれ慶和くんいっぱい持ってきたので、はい、FM 新潟さんにもぜひぜひお貸しもらいます。置、はい、いていただければ、はい、一場所 FM 新潟増えました、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。